明日のお洗濯情報をお伝えします。まずは天気分布から見ていきましょう。7時から見ていきますと、広い範囲で九州から東北までは晴れます。ですので洗濯物を乾かすことができそうですね。ただ西日本や東日本の太平洋側、北海道、東北は天気が崩れます。特に寒冷前線が通過する北海道、東北では強まったり雷を伴う恐れがあります。お気をつけください。ではアイコンで見ていきましょう。明日のお洗濯情報です。九州から東北まで広い範囲で日差しが届いて外干しできそうです。ただ名古屋では朝の時間帯ににわか雨の可能性があります。空の変化に気をつけて外干しをしてください。北海道札幌は雨が降りやすく、にわか雨が心配です。部屋干しが安心です。詳しい情報についてはアプリウェザーニュースのお洗濯情報を見ることができます。ぜひご利用ください。